はいどうもジムコマンドライトアーマーです。今回はキャンペーン機体のジムコマンドライトアーマーをゲットすることができたので、この機体を解説していこうと思います。一部店舗または Amazon 等で、PSN カードを買うことで、この機体をゲットできますということで、スキルとスペック見ていきましょう。まずこちらですね。300コストの強襲機となっております。スキルがアサルトブースターレベル2、高性能アンバックレベル2、高性能バランサー1、マニューバーマー1、格闘連撃1、緊急回避1、シールド破損姿勢制御レベル1ということで、まあ基本的なスキルは揃ってるんですけども、そうですね、格闘連撃制御は強襲機にしてはレベル1だったりとか、あと緊急回避持ってるところはちょっといいですね。耐爆ないのがちょっと痛いかなとは感じました。そして次に、スペック面なんですけども、ここが一番大事、体力が1万しかないですね。まあ、300コストの中でも相当低い方なのではないかなと思います。この機体ね、盾持ってるので、まあ、それを加味してもちょっと柔らかいのかなとはいう、感じました。はい。そして走行値はまあ300なんで、まあ、大体こんなもんなのかな。で、攻撃補正値は合わせて30なので、まあ、これは平均ぐらいですね。で、射撃補正が10、格闘補正20ということで、まあ、一応格闘補正寄りの、補正となっております。スピードが130なので、まあ、強襲機としてね、ここは過不足ないかなと思います。高速移動もね、しっかり195あるので、まあ、ここに関しても悪くないですね。割と300の中では速いのかな。そしてスラスターが60、旋回が60なので、まあ、ここも全然悪くはないかなと思います。では次にね、武器の方を見ていきましょう。まず主兵装がジムコマンドライトアーマー用ビームガンですね。これ2発で蓄積の取れる武装なんですが、はい、こんな感じで蓄積が取れます。一応この武装の他に、ハイパーバズーカと、ブルバップマシンガンを装備することができます。まあ、このビームガンが嫌なんだったら、こう、バズーカをね、持つのも全然強いと思います。で、まあ、火力はね、結構出るし、かつ、まあ、ヒート率 45% で、ね、2発撃っても、このね、しっかりとオーバーヒートしないので、まあ、そういったところもね、全然いいのかなと思いました。なんですけども、オーバーヒートをもししてしまった際は、20秒待たなきゃいけないので、ここはちょっときついかなという点でもあります。で、次に、このサーベルですね。これ専用サーベルです。ビームサーベル後期2型。で、これは結構ね、この機体の、まあ、メイン武装なのかな。N 角がこんな感じで結構新しいですね。なんかゼフィランサスのモーションともちょっと違うような感じの、盾をなんかこうね、グッと構えつつ、N 角を頭上から、叩き割るというような感じの、モーションとなっております。横はまあ普通ですね。本当に普通のモーションで、で、下角が結構面白くて、こんな感じで。お前、どこそのエルデンリー君から来たんだっていう感じのモーションなんですけども、まあ、こんな感じで、トン、トンと、はい、サーベル振ることができます。下角の倍率が 95%×2 なので、まあ、これはね、とても火力の高い数値となります。かつ、連撃補正もね、100から70なので、結構サーベルはね、優秀ですね。N 下すると大体300コストの支援機はもう溜まったもんじゃないと思いますね。から、多分下角が実戦だと入るのかな。下角の後もう一回下角が、演習場は多分無理なんですけど、実戦だと多分2回入るので、まあ、そういったところでね、火力を出していけるのかなと思います。そして次に、バルカンですね。東部バルカン後期型。まあ、普通のバルカンですね。まあ、一応火力は高いのかな。まあでも蓄積余力が取れないので、まあ普通のバルカンかなと思います。で、最後の武装がハンドグレネード E。もう本当に普通のハンドグレネードですね。こんな感じで投げます。で、このハンドグレネード E はね、一回投げた後にビームガンで蓄積も取れたりしないので、まあ多分蓄積は30とかかな。なので、まあそこまで強いっていう感じはしなかったですね。基本的にはこのビームライフル、がまあヒート率高いので、このヒート率の回復中に使ってあげるっていう風にすると、まあこの味が出てくるのかなと思います。ということで、ね、ジムコマンドライトアーマーですね。結構武装がね、このサーベルが強いっていうところで、ここをまあどうにか当てていく期待にはなるんですけども、まあやっぱり当てに行くためには体力が欲しいんですが、まあなかなか、ね、体力がないということで、そこにちょっと宿泊するような期待かなという風に感じました。ということで今回はジムコマンドライトアーマーですね。よろしくお願いします。かわいそうやなと思った。あ、効果重複しますよ。なんか戦場の絆だとこれいっぱいグレネードなんか4個ぐらい一気に投げたらしいんだけど、まあバトーベラとねできないから。かわいそうだよな。やっとバトーベのモチベがさ戻るかと思いや打ち砕かれるという。4枚ぐらいしかいなくね。
そうやね、あ、これだ。ほえー。よし。見て。中継が。おしよ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 し。そして超過ダメージも受け込んでいく。小倉さん、困りますよ。バルカンで蓄積を貯めつつ、これで、はい、これオーバーヒートしないテクニックなんですけども、 B ライン2発打ってオーバーヒートしそうな時バルカンを挟み込めると蓄積が継続するので、みんなも試してみてね。見てぐっ、ああランバラル、なかなかやりますね。なんかさ、あの出作らしいようにダメージ入るの遅れてないか、なんかいや、そんなことない。え、そんなことないよね。あ、ナイス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 。待ってー、あ、もしかして1対4。あ、終わったわこれ終わったわ。おとなしく死にましょうね。1枚撃破してる。さっさと行こう。新規どこだ。抵抗でさ、砂漠のさ下通るのマジきつくないか。お、ちょっとラグいって、ラグいって、新規なくね。味方が蓄積ためちゃったよ。じゃあそっちじゃない、ナイスナイスナイス。あー違うまあ勝ってますから。いや勝ってねえわ、まあ、中継取れば勝ってるけど、敵攻めてくれねえかな。刺して待ちますか。うちの豆なんですけど、まあとりあえず高コストは砂漠は、まあ、あのこの拠点ゴムリは確か弱いです。火力マジで出るな。敵減ってるから行きたい気持ちもあるが、まずミスったらすぐ死ぬからなこいつ。ビームガンが新規絡みてえけど、ナイス。大爆がいいよ。まあ、射撃できるのはいいですね。多分今のことがブーフだったら何もできなかったから。お前のことだぞ。ランバラル打ち取ったり、どうします、帰ります。まあね、我々勝ってますからドンと構えましょう。これはこのなんかこのヘルメットのここの出てるのかっこいいですね。意外と悪くないよな。あ、いいぞ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 、これ新規だろう。
よし、味方が取ってくれてると思う。取ってくれてないけど、まあ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 ええわ。怖すぎ、やばいな。死んでる死んでる。これそろそろ敵のあれが降ってくるはず。ああ、うわー、これなー、これよ、これこれ、どんどん湧くべ。これ新規やな、速よろけ欲しいな。やばい、ケツから来てる、ケツから来てる。そっちじゃない、そっちじゃない。あの、みんな後ろの後ろの後ろのを見て、痛いよこいつは俺が絡むから、お前ら別の敵噛んどけって。はいはい、なんか別の機体に絡んどけっておい、あー死んでしまったんだが、なんだいこれは。これうんたらかんたら大学のあの論文で出てるんですけども、新規って実はあの賢い人ほど汎用機が絡むんですよね。これ本当は僕も見た時もへーって思ったんですけど、新規って汎用機が絡んだ方がデータ的に見てあのなかなか勝率が高い傾向にあるんですよね。はい、ゴーチランバレルさんオチ、俺ゴーチ。はい、ありがとうございました。